の人が野営を叩いて守ってくれる。俺の話を広めておるな。聞きたい言葉を言ってやるのさ。噂は広まってるよ、クロードの。お主が言い始めたデタラメではないか。クロードの力を信じてみんな村に残ってんだ。武士の力ではないのだな。武士とクロードさ。お叔父上が自由になれば、皆おとぎ話から目を覚ますぞ。どうかな。タカは仕事に精を出してるよ。あんたのために必死だ。様子を見に行くとするか。志村様を助けるのに手を貸してくれる人は見つかった？まあな。石川先生と足立雅子殿が生きておいでだ。お二人とも人を追っていらっしゃるが、ご助力くださる。年寄りの弓取りとやもめの武士、それで足りるの？菅笠衆にも会いに行った。頭は古い馴染みであったぞ。じゃあ人手は十分に集まったんだ。お主はどうする？さあね。貸してくれ。任せな。中にあって、話は後で。高い様、打ち終わりました。お待たせしてすみません。縄の先に鉄の鍵を仕込みました。壁登りや谷渡りに役立つかと。丈夫なのか。手前で試しました。オオサメを鍵縄です。良いものだな。借りができた。いえ、とんでもない。俺は姉さんと家と鉄だけで満足なので。痛み入るぞ。ジン、どこにいる？龍蔵。ジン、出てこいよ。誰か武士を見てねえか。ここにいるんだろ。これで我らも地方を探し回ったんだぞ。仲間が猛虎に捕まっちまった。叔父上への救出が難しくなるな。ジン、手を打たないと仲間がやられちまう。叔父後も囚われのままだぞ。場所は八立て砦の近くだ。よし、分かった。策を考えてみよう。手下は砦の近くだと言ったな。どこかわかるか。ああ、実は砦の中の檻だ。砦は崖の上。いかにして助けるつもりだ。戦える奴はまだ残ってる。近くの四辻で待たせてんだ。足りるとよいがな。行くぞ。手下はなぜ捕まった？あの地図覚えてるか。補給路が記されておったな。飯はあったか？ああ、万兵付きだったけどな。なれど精鋭を連れておったのだろう。まんまと生け捕りにされちまった。逃げ延びたのは俺だけだ。生きておるとなぜわかる？昨夜あいつら歌ってたんだよ。うん、猛虎が歌を許したとは意外だよな。上手だったのだろう。このまま浪人をやめてはどうだ。好きでやってるわけじゃねえ。刀比べで負けたからだよ。ああ、長尾家の刀比べ。それがどうかしたのか？覚えてるか。武家の連中が刀
刀比べを見に来てたんだ。それなのにお前は本気で撃ってきて腕が折れかけたぞ。加減すれば誰もが気づいただろう。だからって本気で撃つか。負けるわけにはいかなかった。俺ごときにってことか。そうは言っておらん。生まれのいいお前と違って俺はあの刀比べで腕前を見せてどこかの武家の老頭になろうと狙ってたんだ。俺のところに来れば話を通してやったものを。お前に頭を下げろって。嫌だね。俺は一人でどうにかしたかった。なぜ早く言わなかった。なんでだろうな。お前初でクロードと呼ばれてたぞ。酒井様より出世したな。どうした、お前より名が知れて不満か。ヒロと心臓は逃げたよ。もう戻らんだろうな。あいつら逃げただと。俺の苦労が水の泡かよ。捕まった手下を救うならこの数で十分。戦や病や上で死んだ奴はいても逃げる奴など弱いのだ。お前に非はない。他に逃げたい者は。ほら落ち着け。時期暗くなる。出発はできそうか。手立ては道中で話そう。よしてめえら行くぞ。砦仲間はあそこに捕まってる。どうやって救い出す。どうやって。策を出すのはお前の役だろう。うん。砦に入る道は一つだが守りが固い。忍び込まねばならぬだろう、うん、崖の見張りが手薄だ。崖を登り壁を越えよう。何、お前は猿か。役立つ兵具がある。手下は任せろ。うまくいけばのろしを上げる。攻め入りの合図だ。猛虎挟み撃ちってわけか。見ろ、やはり策があったな。崖に続く道を探す。のろしが上がるまで隠れておれ。おいジン、死ぬなよ。越えられぬか。だが鍵縄を使えばいけるはず。うまくいった。これは使い手があるな。岩場に渡れそうだ。
散らばっているようだな。外におる。助けに来てくれると思ってた。要注意しわだった。サンルパンツ。チュハロー、え？
믿음 봐가라. 저 익수를 떼쇼. 내군배 야선배 호이 호이 우리 극자 할다 안 戦に備えろ。合点だ。坂井さん。無事のようだな。ええ、なんとか。めてみしょう。明日はきっといい日だ。
いつ迎えが来るか仲間と賭けをしてたんです、負けちまった。酒は持ってきたよな。一体どういうことだ。さっぱり意味がわからねえ。どうした。猛虎はうまい飯をくれたってよ。それだけじゃねえ、拷問もなしだ。そりゃ歌も許すはずだぜ。無事であったことを喜べ。だがどうしてあいつらに飯を食わせる。見返りを求めたのやもしれぬ。助かったよ。あいつらは俺の全てだ。よしてめえろ、馬に乗れ。小松でユナに会わなければ。刀鍛冶をお探しですか。磨き上げましたよ。酒井様、十分な素材をお持ちください。また頼むぞ。あ、いつでもお越しください。太刀を鍛えて差し上げます。雅子殿、裏切り者の所在は聞き出せましたか。聞こうとしてもあの女メソメソと泣きおってな。仕方ありません。責めたくもなるわ。それとも和光殿の魅力で落としてみるか。女は仲だ。お待ちを。酒井様。雅子様に殺されてしまいます。目を見ればわかるのです。お主の無事は受け合おう。手を貸してくれるなら。知ってることは全て話しました。八郎が文の運び手ならばどこかで貞男と会うだろう。うかうかしておったら雅子殿に先を越されるぞ。どうかお助けください。そのためには俺が二人を見つけねば。まずは隠れ家だ。心当たりは。考えてみます。忘れてはならぬぞ。貞男は人を殺したのだ。
すぐに戻る。それで隠れ家を思い出させておるところです。何を見返りに？歩きましょう。声が届かぬ場所までな。サダオを助けるとヒナに話しました。できぬ約束をしようって。ヒナの信用を得たかったのです。嘘をついたのだな。救えるならば救いましょう。嘘ではない。失敗したらどう弁明するのだ。サダオの罪は深く、雅子殿の裁きに物申す気はないと。館のあらゆるものが家族が死んだ夜を思い出させる。父の亡き後、私も里から離れました。家は少しの間で朽ちてしまいます。これはもう我が家ではない。身内が殺された忌まわしき血が、孫は人形を握ったまま、姉が巻いていた金色の帯にくるまって冷たくなっておった。私はもう誰も守れぬ復讐に囚われた身ではない。あの音楽が懐かしい。なんと、よくここで孫と一緒に曲を奏でたのだ。新しい季節を迎えるたびに、もう二度と聴くことができぬとはな。礼を言う。やめて、来ないで。ヒナ、館へ急げ。おのれ。ヒナ、死角を捉えるぞ。急げ。辺りを調べよう。足跡があるはず。こっちだ。なぜヒナが狙われた？サダオから遠ざけるためであろう。全て筒抜けであったか。我が館に向かう道中で姿を見られたからな。あえて見せたのでは？おとりに使ったのですね。サダオが来ると踏んだのだ。なぜ黙っていたのですか？言えば止めたか？守ると約束したのです。
足跡は一人分、刺客は一人で乗り込んだのか。ヒナが死んだ今、生け捕りにせねば。お長編士、さあかかってこい。お茶かけ、助けて。させるものか。トレクシナンコンジョン、血が止まらない。サダオの弟だな。なぜヒナを殺した？逃がそうとしたんだ。だけど兄さんのために固くなに動こうとせず、そしたら叫ばれて、だから仕方なく。サダオはどこだ？悪いが、兄さんを裏切るつもりはない。死んではならぬ。あやつの居所を吐け。雅子殿、ヒナは無駄死にでした。犯人は我が一族を皆殺しにした者だ。諦めてなるものか。八郎は文を届けていた。もしかすると何かあったか。補給路の地図です。野営に食料を運んでおったのか。サダオがいずれかに隠れておるやもな。一番近い野営のまとめ役に話を聞け。この地図の意味がわかるはずだ。あなたはヒナを埋めてやる。せめともの情けだ。後ほど野営で会おうぞ。Thank you.